時間割とは、1日の授業や作業を、時間区分に割り振ること、また、それを表にしたもの、タイムテーブルという。学校教育の分野においては、時間月曜日の1限、木曜の5元などと、空間授業などを行う、教員、授業に参加する生徒、実施する場所の都合を調整し割り当てていくことで、指導要領の授業時数、単位が履修でき、 学校業務を適切に運用するための概念である。時間割は一般的に次のようなルールに基づき運用される。原理、法則として、下記のことが挙げられる。曜日固定方式は一般に広く知られている、時間割の方式である。一週間をいくつかの授業時間に分け、それぞれの時間に対して一つの教科等を割り振る。例えば、火曜日の1時間目は、体育。 二時間目は音楽という具合である。曜日ごとに時間割が定められているため、一度決まってしまえばパターン化されるため、臨時に時間割が変更されることがない限り、混乱が生じることはないとされる。祝日法改正によって生じたハッピーマンデー制度により、月、金など特定の曜日の授業実施が滞り、授業時間が不足するという問題がある。 これに対しては別の曜日の日に振り返る、期末に臨時の時間割を作成して保管するなどの対策が講じられる。巻紙方式は授業科目と番号を対応させる様式の時間割表を用いて管理する時間割の方式である。実際に生徒に配布される時間割表が1本の巻紙上に科目を配置したような様式であり、順番にスライドさせるように開講されるためこのように、 呼ばれる。時間割表はおよそ30前後の授業番号枠で構成されたクラス別の固定リストと定期的に配布される全校共通の曜日別時間割の2種類を組み合わせて用いられる。前者は1年一組の一番は音楽、2番は体育、32番は美術のように番号と教科を対応させる形になっており、校舎は 通常の時間割に似ているが、科目の代わりに、4月10日の1元は1番、4月10日の2元は2番、4月14日の6元は30番、のように番号が記載されている点が異なる。おおむね番号順に配置されるが、一部の教師のスケジュールの都合で入れ替えられることがある。曜日別時間割は、全校共通であるため、こちらを入れ替えると、すべての学級に影響が及ぶが、 組み合わせを考慮する必要がないというメリットがある。特定曜日が休みになることによる授業進度の偏りが生じない、上記のように時間割入れ替えが簡便であるなどの利点はあるが、例えば曜日固定方式の場合、記録と金1などの設定が可能なのに対し、同じ強化が近い番号に割り当てられると、同日に同じ科目が二度開講されるという事態が発生するなどといった、 特有の問題がある。これを防ぐため、同じ教科は6ないし7以上の距離を置くという承知が必要など、曜日固定方式とは違った配慮が求められる。予定表の変更では隣接するテープ番号の順番を入れ替える程度であれば、悪影響はほぼないが、ある学級で家庭科の実習を2元連続して実施するために、予定表の番号を入れ替えると、 他の学級でも連続開校される事態が発生する可能性があるなど柔軟性に欠ける面もある。また、毎日組み合わせが異なるためこまめに時間割を確認してから生活しなくてはならないなど不便など問題も少なくない。このように癖の強い方式であるがゆえに、これを採用している学校は仙台の一部の中学など極めて稀である。近年、 複数のクラスの合同授業や少人数修塾度別クラス編成など授業形態が多様化するとともに時間割の編成は複雑化してきた。また学習指導要領の改定により総合的な学習の時間が導入されるなどとともに必修強化の時数が削減されるようになってきた。学校では1年間を35週間で計算するため 各教科等の年間配当時数は35の倍数であることが基本とされていたが、この削減に伴い、35の倍数とする基本が崩れてきた。その対策とし、単位数を2.5などとして、同じ時間に、音、体、美、体とか、車、体など各週あるいは月に1回のみの授業など、週替わりのコマを設けたり年間1貫の時間割、年度内に、 時間割を何度も改定し授業時間数を満たす方法がある。ただし、校舎の方式だと、例えば3年1から5組の社会を担当している、教員が週2時間の時は2個クラスイコール10時間なのに、対し、週3時間の時は3個クラスイコール15時間となり、時期によって忙しい時と空き時間だらけの時期が生ずるという問題も起こっている。いわゆる、 選択科目が多数設定される場合、該当科目の担当教員全員が授業可能な時間帯を選んでコマを配置する必要がある。ほぼすべての大学やごく一部の高等学校の中には、学校が全学生、生徒の時間割を指定せず、学生、生徒が学校が提示した授業の開校スケジュールをもとに時間割の作成を任せているところもある。この方法では、 学生、生徒は学校から事前に配布された調バスと開校スケジュール表を参照し学習指導要領や学校の履修規定に従って履修する科目を選んで時間割を作成する。ただし一部必修とされる授業では人数の都合で複数コマ開校されても時間が指定されて受講させられる場合がありこの場合は学校側が一部時間割を作成していると受け取る。 こともできる結局時間割作成に手間を要するのはもちろんのことであるがその手間を負担するのが教師ではなく学生生徒である点がこの方法の大きな特徴であるこの方法は学生生徒にとっては履修したい科目を自由に選べる利点があるが履修したい科目の開講が希望の時間でなかったり必修科目と同じ時間にあるために履修できなかったりすることもある 教師にとっては、自らが担当する科目と他の必修科目との、競合や、授業をする教室の確保、公務文書の時間の確保など、いくつかの配慮を要する必要はあるものの、自ら担当授業の時間割を設定することが、可能である。ただし、これに先立って、シラバスの準備が必要となる。ありがとうございます。